日本企業の海外進出を後押しするため、国土交通省が2017年に創設したジャパンコンストラクション国際賞。今回、海外のインフラ整備などを行う中堅・中小建設企業部門に7社の応募があり、高知丸高を含む2つの企業が受賞しました。高知丸高の強みはセクシーピア工法。一般的に橋を架ける際には下から上に橋脚となる杭を打ち込むことから始めます。しかしこの工法は逆で、橋の上部を前に伸ばした後、上から下に杭を打ち込む特殊な技術です。そのため傾斜が急な場所の工事にも適しています。パキスタンの国道工事では、道幅が狭く急カーブが多い山岳地域において、およそ2年半の工事を無事故無災害で完了したことなどが今回評価されました。コロナが落ち着けば、またこういうインフラ輸出のチャンスもあると思いますので、そのためにもいろいろ技術を開発して、またそういう人材も育ててですね、まあ、高知初の世界に挑戦できる企業にますますなっていきたいと思っております。